大変お待たせいたしました。ご来場の皆様にご案内申し上げます。これよりトークセッションを開始させていただきます。それでは登壇者の皆様が入場されますので、拍手でお迎えください。こんにちは。あ、終わりですか。生放送がね、もうすぐ始めますので、もう少しお待ちください、はい、皆さん。ようこそ皆様お越しいただきましてありがとうございます。すごいすごい、たくさん応募いただいたんですよね。そうです、もうね、選ばれし120名の皆様。これだけ、120人来てもまだまだ来られないという方もいらっしゃったぐらいなんで、ありがとうございます。本当にね、この間のゲームショーと、セガ本社、新しくなったセガ本社からの配信と、僕が負けたやつですね。まさかまさか20年経ってこんなミラクルが起こるだなんて。ワンツー、皆さんやられてますか？もちろんですよね。ドリームキャストはやったけどプレステ4はやってないみたいな、へそ曲がりの人は大丈夫ですか？僕もね、やってるんですよ。松川さん、ハッピーの方いますよ、これ。どういうことですか？おかえりはずき寮、おかえり専務、それ湯川専務、湯川専務のコスプレ嘘ですよ。うわーというところで、もう生放送始まっちゃったっぽいですよ。始まってますよね、もうね。始まっちゃってるんだ。じゃあ改めて、もう始まってますね、改めてね。違う、クラブさん、センターだ、センター。いやいや、あ、そっか、ここはせっかく張ったんでね、これね、約束守ここに立たなきゃいけないですね。改めて、もう、はい、改めて、愛すべき友の皆さん、こんにちは。今日よろしくお願いします。今日の司会を務めます IGN ジャパンのクラベです。すぐにね、この豪華なゲストのご紹介したいと思うんですけれども、その前に皆さんが本当にシェンムファンかどうか、例の合言葉で確認させてください。例の、皆さん準備いいですか？なんだ、いきますよ、はい、母なる地。あれちょっとダメですね、これ。もう一回いきますよ。違う、何人か来てる、はい、大きな声でお願いします、はい、皆さん、母なる地、父なる天、第8走行だ。やった、到着到着、電話通じた。これ言いたかったですね、僕。そうですね、これ知らない人とはもう口も聞けないですからね。本当そうですよ、ね、もう帰りますから、僕らその場で、ね、帰ります。ガチャ切りしますからね。安心しました、はい。じゃあせっかくですね、今日いらしていただいている葉月亮役の声とモーションキャプチャーをご担当されました、はい、松風正也さんでございます。皆さんようこそ、ありがとうございます。そして配信の皆さん、こんにちは。いやー、選ばれし、本当にね、先ほども言いましたが120名たくさんのね、ご応募いただいたので、とてもクラベさんと会場の皆さん、横須賀市が無理してなんとかキャパを増やし、本当ですよ、最初80名でしたから ね、会場に無理を言ってなんとかしてくださいって言って、それでも抽選になったんですよね。そうなんです。だからその方がね、皆さん配信で見ていただいてると思いますが、はい、いや、こんなね、めでたいこともそうなんですけど、ないので、実は僕ちょっと気になることが一つありまして、はいはい、ここは松風さんしかお呼びしてないはずなのに、椅子が4脚あれ気になった方いますよね、これね。欲しいですね、4どころか5、6、7あれ。そうですね、いっぱいあります。さすがに8名は来ませんけどどういうことですか。実はですね、サプライズゲストが他にもいるということで、はい、どうぞいらしてください。はい、来られました、中澤。これはゲームショーと、あのセガ本社からの配信と3回目ですね。いいですね、再びですね。そうですね、はい、皆さんちょっと安めぐみさん思い出ってたらあれかなと思ってたんですけど、原崎役のね、はい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 、またあの太いやつかってですね。いや、もうもちろんね、皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、CM シリーズの当時の開発者と、今回ワンツーのローカライズを担当されましたお二方ですね、笠原さんと野口さん、それぞれ一言お願いできますか。はい、あの CM1 と2ではあのローカライズプロデューサーをやらせていただいてて、まあ、オリジナル版ではあのプランニングディレクターをやらせていただいてました。で、先日ちょっとユーさんに会って、このワンツーでこういう活動をしているのを、まあ、公認もらいましたので、今日はいろいろ昔の話もできるかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
で今日もちろんできればゆうさんもお呼びしたかったんですけど、一番ね、うん、今追い込んでる時期なので。そうなんですよ、はい、ちょっとファンミーティングに出てる場合じゃないですね。そこの話もね、まあ、配信されてることをすっかり忘れてね、3のことも口を滑らそうと思ってます。ぜひお願いします。じゃあ野口さんお願いします。シェンムー1&2のローカライズディレクターをやっております野口です。で当時は、シェンムーの、まあ、ムービーシーンとかですね、そしてモーションキャプチャーとかそういうあたりのカメラ作りをやっていました。まあ、今回は、背中に、松風さんのサインを背負ってやってまいりました。なんか俺のサイン形変わってもうちょっとシュッとしたサインだったと思います。まあ今日は本当にあの一番会いたかったあのCMのファンの皆様とこうしてあの同じ時を過ごせるのすごく楽しみにしています。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、本当に改めてね、我々 CM ファンは15年以上ですか、何もない状態ですごくね寂しい時期が続いたんですけれども、今年は CM1&2 が発売して、しこんな20年で初めてのイベントでこんないきなり当初から吊るし上げられるんですね。さすが。いやいやいや、でも来年はね、CM3 もね、あの来ますということで、この幸せに改めてね感謝して、今日は最初に乾杯したいと思うんですけれども、はい、シェンムー風に乾杯となるとやっぱりスクールボーイミルクじゃないといけないんだと思う。なるほどなるほど、そうなっちゃいますよね。皆さんちょっとあのご起立の上、ミルクの方ご用意お願いします。ミルクの方どうぞこちらにあります。乾杯の普通シャンパンとかが手配されるように皆さんの手元にミルクがあるんですね。はいはい、ありがとうございます。あ、僕らにもちゃんとミルクありますよ。ミルクありますよ、ここに。すごいな、20年経つと物語ってこういう進化をするんですね。じゃあどんな掛け声を比べていいですか。ではいきますよ、はい、スクールボーイはメオクがお似合いだぜ。乾杯。すごい。僕ミルクで乾杯したの人生初めてです。いや、みんな初めてだと思いますよ。でもやっぱりね、一生忘れないなこれ。そうですね、あれですよ、シェンムー1が発売した当時、はい、ほとんどの人未成年だったと思うんですよ。なのでミルクが当たり前だったんです。なるほどね。それが今ね、皆さんね、もうお酒飲める年齢になってもやっぱりシェンムーとなればミルクなじゃなきゃダメなんだと思います。あとクラベさんの発音がいいところもまたリアリティがね。そう、そういうのだけ発音いい感じのね。ちょっと頑張って練習しました。いや、皆さんどうぞご着席ください。いやー、一生忘れないな本当に。乾杯でしたよ。もうなんか開始3分ぐらいでこのバカバカしさとお腹いっぱいなんですけど。皆さんのコースターも分かりました。コースターの位置、ね、気づいた人、あれ少ないな。今頃ちょっと気づいてない人帰ってください。第8倉庫の電話でね、いろいろ試されてます皆さん。この空間スペシャルなことになって、見ました、顔はめパネル見ました。こんなパネル世界中どこ探してもないですからね。横須賀市観光課素晴らしい。ね、だから その話がしたいんですよ僕、はいはいはい、これ僕がマニアなのはね、分かってる方もいらっしゃると思うんですけど、僕だけじゃないんですよ、はい、横須賀市が一番マニアなんですよ。しいですね、本当に、うん、ここまで気合を入れられてこのイベントを用意されたことに本当に改めて感謝したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あの先ほどコースターの形が茶碗陣になっていることに気がつかなかった方が何人かいらっしゃいましたけど、今日この会場ですね、はい、あの関係者の中にアジア旅行者の人がいます。あの帰りまでには必ず話しかけておいてください。話しかけても多分無視されますけどね。香港に行きたいんですがって話しかけてください。でも松風さん、はい、これはまあ一応横須賀市の方がコスプレされてるんですけど、はいはいはい、今日コスプレじゃないリアルな人も実は一人リアルな人いるんですよ。まあ、横須賀となればね、これシェンムの特別なところってファンタジーじゃないじゃないですか。実在する世界がここにあって、皆さんね、あの聖地巡礼とか回られてると思うんですけれども、実は栗田さん覚えてますか皆さん。そのリアル栗田さんが今日実はいらっしゃってるんですよ。えドブ板の栗田さんのリアル栗田さん、まあ、これは柿田さんというお名前なんですけれども、はい、柿田さんがいらっしゃいます。柿田さんお願いします。どうぞ。笠原さんどうしよう。怒られちゃいますね。うわ、ようこそ。あのね、聖地巡礼されてすでに会ったことのある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あの柿田さんという方で、栗田さんのお店の元になった、お店で商売をやっておられる方です。今日よろしくお願いします。
しくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。あのちょっと言うんですか、ちょっとこっちが来てもらったら、ちょっと言っていいですか、ちょっといいですか、こっちメンバー。これ公認でちゃんとやったんですか、瀬川当時。いやいや、あの柿田さんっていたんですか。こっそりやりましたすいません、ここになって20年ぶりに使わせていただいてありがとうございますっていう。勝手に柿田さんをもじって栗田さんにして勝手にシェンムーに出したんですか。はいはい、たまたま似てただけなんじゃないですかそして今ここで会っちゃってるんです か栗田さんをパネルにしちゃってるじゃないですか。無許可でやって、無許可でパネルにして本人呼んだんですか。ぜひ栗田さん後でご自分と一緒に写真撮っていかれてファンの皆さんがお店に実際に行かれることとかが。あ、そうですね、皆さん来ていただいてありがとうございます。ちなみに柿田さんはシェンムーっていうゲームはご存知でした。最初知らなくて、はい、言われてびっくりしました。出てるらしいよみたいな。ただ、うちの親戚に本当に栗田がいます。おえ、じゃあその方を店頭にぜひ立たせて。何を言ってんですか、意味がその人はね、米ヶ浜の方でちょっと商売してる。そうなんですか。じゃあ全然そういうのも許可も連絡もセガからは来ないまま、ファンの皆さんが何やったら柿田さん、栗田さんなんで写真撮らせてくださいっていう現象が起こっていた。はい、もう大変びっくりしましたこれね、ファンの人がね、ドブ板の街とかで平気でお店の写真を撮ったりとかね、はい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 、ちょっと普通に考えてちょっと怪しかったりするけれども、 そうですね、それをね、柿田さんがあったかい目で見守ってくださって、今後もぜひ新聞ファンよろしくお願いします。ありがとうございます。今日以降は公認ということで大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。公認になりました。あ、まあ、公認になりましたよ。ユウさんに公認取って、今柿田さんに公認取って、20年経って公認を取り続けてる。いくつかあるんじゃないですか、他にも。もうこの後回っていかなきゃいけないですね。ぜひでも映えの時代ですから、こういうところでね、ちょっとお店の宣伝にもちょっとでもなれるといいですよね。はい、じゃあ柿田さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。雰囲気これが松風さん、シェンムの面白いところで、普通のゲームじゃその町の商店街の方が崇拝されるようになるなんてそんなゲームありますか。そうですよね。いや、お会いできるとは思わなかったですね。しかもちょっと雰囲気似てますよね。なんかわかります。ちょっとこう、アップな感じで作ってますけど、そういうことじゃなくてとても個性的で、なんか芯の強くてね、本当そんな感じですよね。ありますね。はい、というところで、ね、どんどんもう時間が進んでってますので、最初のコーナーに入っていきたいと思います。行きましょう。はい、はい、です。こちらでございます。はい、寮に聞いてみるか。おい、これ本当は松風さんが言わなきゃいけないやつですね。よし、寮に聞いてみるか。お寮が寮って言っちゃったということでね、はい、もう今日はね、多分初めてのシェンムーのファンミーティングだと思うんですけれども。そうなんですよ、はい、ファンの皆さんが20年ずっとこれが聞きたかった、あれが聞きたかったとっていうのがあると思うんですけれども。あります？ありますよね、皆さんね。ありますか？まあ、現にこの安倍おばあちゃんが用意してくれたこのくじ箱の中に寮母君への質問がたくさん入っておりますので、はい、早速読み上げていきたいと思います。準備よろしいですか？お願いします。じゃあちょっとコンパクトめに答えて、できるだけ数をね、たくさん。そうですね、そうしましょう。はい、では早速いきますよ。皆さんどんなことが気になってんだろう。どんなことが気になってるんでしょう。こちらせいちゃんからの質問ですが。ありがとうございます。これも僕すごく気になっていることの一つですけど、中国武術について、はい、それから武道について、松風さんご本人の武道歴を聞きたいです。あ、なるほど。ですね、私おじいちゃんが剣道の先生で、実は、武術よりも武器の方ですね、剣道をやっておりました。それが武道武術的にはそれですかね。でその後メガレンジャーっていう戦隊アクションものをやって、でそこから、シェンムーをきっかけに、さらにその同時期なので、メガレンジャーの後半とシェンムーの頭が実は同じ時期、97年ぐらいなのでっていう感じですね。ちょっと後ほどなんかそこら辺の話も詳しくね、はい、はい、ありがとうございます。で次の質問です、こちらはフーさんからの質問で、ありがとうございます。シェンムーには魅力的な女性が多いのですが、松風さんが付き合うなら誰がいいですか。かっこもちろん男性でも OK です。あ、ユアンとかユアンとかね、ユアンとかゴローとか両方とも桜井さんになりましたけど、付き合うにはね、付
付き合うにはね、周永さん付き合ったら大変なことになりそうだし、大変なことになりそうなことな人ばっかりなので確かに、はい、やっぱりまずは敵討ちをしたいと思います。初めに答えてきましたね、はい、野口さんどうですか。はい、何をですか。付き合おうとしたら僕ですか。あ、僕はあれですね、周永さんにあの転結を決められながら過ごしたいな。転結をプレイみたいに扱うのやめなさい。ド M じゃないですか。すいませんでした。はい、では次の質問いきますよ。こちらはハーさんからの質問で、共演者や制作関係者以外で、つまりはシェムに関わってない方で、業界内で当時シェムプレイしましたよという方にお会いしたことはありますでしょうか。最近で言うと、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズっていう作品が出たんですけども、その主人公の三日月やった川西くんが本当にシェムファンで、いちいち反応してくれますね。ワンツーの、もう一回再びリリースもそうですし、3の話もそうですし、あと僕直近でシェンムーのあたりにはゲームのお仕事はあまりしてなかったんですけど、最近やっぱ20年ぐらい経ってくると、いろいろなタイトル、他の作品ゲームタイトルに関わると、そのプロデューサーさんが当時海外にいてとか、なんか当時子供でみたいなので、松風って時は何にもリアクションがなかったのが、ある日突然気がつくんですよね、態度が急変して、あの人シェンムーの人だみたいな。急にそれまでのなんか横柄な態度が変わると、まあ大体シェンムー気がついたんだなみたいなことはあります。いろんなところでシェンムー役に立ってますね。いやいや、すごいですね、やっぱり。なるほど。次の質問いきます。ここかなりこの質問面白いんですけど、峰さんという方からの質問で、武術の達人という顔以外にもいろんな特技を持っている涼さんですが、涼さんの特技で一つだけ手に入るとしたらどれですか。これ3択の質問です。松風さん、3択。 A、 通行人だろうが明らかに怪しいやつだろうがお構いなし、誰にでも話しかけられる驚異のコミュニケーション能力欲しい。 B、 あの国民的猫型ロボットもびっくり、ガチャガチャの景品から生きたアヒルまで何でも入る不思議なポケット。あ、欲しいね。それから C、男の魅力はやはり度胸と行動力か、日本のみならず異国の女子も虜にしてしまうイケメンオーラ。まあ、この C のイケメンオーラはね、すでに松風さんお持ちなので。いやいやいや、ちょっとこれ ABC 全部ちょっとディスってません？大丈夫？ちょっとディスられてません？大丈夫？これ愛ですよ、多分。愛だと思います。いや、これね、もちろん全部いいですけどね、やっぱりね、誰にでも話しかけられるコミュニケーション能力じゃないですか。やっぱり大冒険、旅に出るためにはまずね、必須の力だと思いますんで、やっぱね、あとハートが強いからならではの、本当にね、どんな人にでも話しかけますからね。とりあえずね、何か気になったら話しかけますからね、リオはね、はい、自分で探そうと思わないですからね、うん、ちょっとそっちの方がディスってる。失礼しました。自分で走ることもできるんですよ。それはクラブさんが丸ボタンを選んだだけでしょ。僕がいけないんでしたね。次の質問いきます。サジンさんからの質問は、これ僕もすごく気になってたことなんですけど、はい、海外版での寮役のコリー・マーシャルさんにお会いしたことはありますか。もしお会いしたことがあるのであれば、どんなお話をされたのか、そうでないならあってどんな話をしてみたいか、2人の寮の対談がぜひ見てみたいです。これね、あれなんですよ、実はお会いしたことがないので。ないんですか。僕ここ数年で結構アメリカにはイベントで、アニメーションのイベントで呼んでいただいて行くことあったんですけど、ないんですよ、共演とか接点が今のところないので。ぜひお会いしてみたいですね。ぜひということであれば、じゃあちょっと実は一つご用意しております。はい、どうぞ。 Hey Rio, it's Rio. Hey, doesn't it feel great to get out of that cave after a decade and a half? Anyway, I just wanted to say it's a real big honor working with you and everybody else on Yu's team, but I feel like you're my conscience, because as I'm working on this project, you're in my ear. You speak first, and you're in my ear for 8 hours a day. Anyway, I hope you had just as much fun as I did working on this project. And I'll see you on the next one. かっこいい。初めてお顔も拝見しました。本当ですか。ちょっと怖くないですか、顔ね。だから多分あれですよね、ワン&ツー撮ってる頃はヒゲがなかったんでしょうね、多分ね。ね、若かったですからね。そうですよね。うわー、素敵な。そうなんですよ、アニメーションの時もそうなんですけど、オリジナルをすごくリスペクトしてくれるので、外国の方は。だ、そういった意味ですごくそのオリジナルゼロから作った人、はいはいはい、あとその僕らが一応日本語版が元になるので、オリジナル扱いになるじゃないですか。だからすごくこう大切に
リスペクトしてくれるんですよね。いや、 やっぱりそういう意味ではさっきねこの話の中で出てましたけど、1日8時間あなたの声をずっと聞いてるっていうのはやっぱりあの最初から日本語でやるに とはやっぱちょっとまた違ったお仕事なんでしょうね。そうですね。あとやっぱりそういう日本語のニュアンスって、まあ英語でもそうらしいんですけど、語尾上げにすると基本的に質問文になるみたいな、そういう、ワード文法じゃないところっていうのが特に日本語は強いので、はい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 、そういうのが理解できる人じゃないとちょうどうまく訳せないらしいんですよね。特にシェンムーもそうですし、アニメーションと感情表現の作品ってそうなるっていうところで、そういうのに理解の深い方がやっぱり選ばれるようなんですよね。うん、なるほど。だから悲しそうに言ってるとか、はいはいはい、怒ってるとかっていうのを多分大切に聞いていただいてるから、もう嫌ってほど僕の声をね聞いてもらってるんでしょうね。でも面白いですね。松風さんがコリーさんの声を聞くことはなくても彼はずっと聞いてる。あ、でもありますよ、なんとか USCM やってるんで僕。あ、なるほどね。いやだから、はい、USCM とかやられてる方でやっぱりコリーさんに少し馴染みのある方もいらっしゃるんじゃないかと、うん、あとこの間ね、 USCM ってどれぐらいの方やられてます？US で英語覚えたなんていう方のねお話聞きましたもんね。はい、やられてるんですね。うん、いや僕も英語も日本語もシェンムで覚えましたよ。本当ですか？意外。すっとだってそうですかとか言いたくなっちゃう。そういった意味ではね、本当に敬語とか正しい日本語を使ったりするので、いやいや、でもそれ逆に大変なことになって、りょうって平気であんたあんた言うじゃないですか。気に入らないと言いますね。僕も初めて日本行った時とかに校長先生とかね、あんたはとかって、あちょっと逆に大変な目にあったこともあります。そうです、何々参加、そうですね、あんたはちょっとダメですよね。ちょっと怒ってますからね、それ使うときは態度が失礼な人だったんですよね。はい、では次の質問いきます。はい、盛り上がっちゃったですか、ね、ありがとうございます。はい、ハーさん、もう一つハーさんからの質問入りました。はい、制作時のエピソードで今でも忘れられない出来事、もしくは言われてた言葉などはありますでしょうか。これ逆にね、野口さんとか笠原さんの方で松風さんとの記憶とかエピソードがあれば、それもぜひ共有していただけたらと思いますが。あ、そうですね。笠原さんの方は、僕の方はやっぱり松風さんの方と、まあそのキャプチャーっていうモーションをね、こう一緒に撮ったりですとか、まあ音声でこう立ち会ったりとかっていうのいろいろあるんですけども、まあやっぱこうゲームとは違って、こう重な本当にそのもっとアナログというか、もう本当に現場のような、そういう中で松風さんがね、もう本当にこう一生懸命いいものを作っていこう作っていこうっていうのを最先端になって、でそれについて僕らがこう感化されて、あ、よし、じゃあ俺たちも松風さん負けないように頑張ろうっていう風に、こう本当にこう引っ張っていってくれた人なんで、そこでもう一気に僕たちのそのものを作るっていうものに対しての姿勢が一気に開花した、そんな思い出があります。暑かったですよね。暑かったです。僕はですね、そうですね、ゆうさんとこう決めるんですけど、やっぱりこうある程度できてきたら、やっぱこっちの方がいいなみたいな、やっぱりストーリーを変えたりセリフを変えたりするんですね。まあ、その際に松風さんに、すいません松風さん、この前撮ったんですけど、また変えてもらえませんかみたいな、それをこう何回も頼む。でも松風さん優しいんで、あ、いいですよ全然っていう。そしたらもうついつい甘えてしまって。僕は暑さで言ったら、僕なんか可愛いもんで、ゆうさんと藤岡弘さん、お父さん役の藤岡弘さんがやっぱキーワードとして愛すべき友を持てって、すごく僕素晴らしいと思うんですよ。親は先に必ず死んでしまう、親はね、愛してるとしてもって、でも友は同じだけ生きていくわけだからみたいな、そういう死生観みたいなとかも含めて、藤岡弘さんが結構提案したところがあって、でそのファそのねやり取りが当時ファックスなんですよ。で楽屋がねそんなにいい楽屋じゃなかったんで、秘密の施設だったので、そこにゆうさん来て、藤岡さんいて、俺で3人で、昨日送ったファックスなんだけどって、そこに愛すべき友を持ってと書いてあって、それに赤字でゆうさんが修正したね、とんでもないファックス用紙があって、シェンムーのメインテーマとはみたいな、そういうのをね1時間半とか2時間とか、すごいこうディスカッション、毎朝ディスカッション、誰かが監督もそうですし、立石の方もそうですし、みんなもうこうだと思う、こうだと思うっていうのをやってからやるような現場だったので、やっぱそういうところがね、全然本当にこうコンピュータ画面しか普段見てない僕らにとってはすごい新鮮だったし、そこからこう注入されて、やっぱりこうみんな同じ熱量を持ってやってんだなっていうのがすごく分かりましたね。ありがとうございます。まだ質問の時間ありますかね。あともうちょいですかね。じゃあましょう、次ラストの質問、怒られるまでやりましょう。最後の最後はちょっとまた面白いやつ引きたいな、はい、どうですかね。あ、来ましたよ、峰さんから。さっき の ABC の人です。はいはいはい。あなたは邪道に落ちてはいけないとの願い虚しく、邪道に落ちてしまった松風さん、はい、邪道に落ちてないと思いますけどね。そんな松風さんが最初に行った邪道な行為とは、
何ですか。いや、A、トムの3択また3択また3択なのね。もう落ちちゃったのは決定で3択なんですね。分かりました、はい、A、トムの髪を坊主頭に刈り上げる。これあの床屋の前田さんがずっとやりたいって言ってたことですよ ね、 ね。 B、 周永さんの衣装炭素はされちょっとやばいですねこれね。どこでも開くのがシェムの凄さですからね。それから C、 これ僕すごいお気に入りですけど、トキュリンさんにあ、もう一遍言ってみろよと逆ギレする。量が、あんまり軽口だからもう一遍言ってみろって、うん、これもう峰さんの面白いコーナーになっちゃったじゃないですか。本当そうですよね、峰さんちょっとね、はい、頑張ってくれたんで全部面白いですね。あの坊主にします。やっぱちょっといいやつなのに、あんないいやつなのにと思う、聞きたくなっちゃいますね本当ね。はい、と、はい、いうことで以上が、はい、寮に聞いてみるかの質問コーナーでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。たくさんの質問ありがとうございました。はい、では次のコーナーはこちらになります。海外、愛すべき海外のシェンムーファンなんですけども、先ほどねちょっとコリーさんの映像が出てたんですけど、はい、あのなかなかねシェンムーのファンってあのこういう交流の場ってそもそも初めてだと思うんですけれども、あの、ね、ものすごい情熱的なファンが日本にもいらっしゃいますし、あの海外の方もねそれこそあの専用のファンサイトですとかトーク番組を YouTube で作ったりとか、あのそれからあのドキュメンタリー映像ですよ、本格的なドキュメンタリー映画を作ってる方などもいらっしゃるんですけれども、うん、つい先日ですよね。そうですね、動き出したらしいですね、シェンムのドキュメンタリー映画、はい、来ますので、まあ、そういう方々と日本のファンの交流の場って普段なかなかないので、はい、今日はちょっと、ね、日本のファンの交流もそうですけれども海外の方も何かの形で、入れることができないかなと思って、横須賀市の方がですね実はこのトークセッションの全てをこの後英語字幕つけてくださいますので、おー、はい、すごい、英語の皆さんにもお楽しみいただけると。 IGN ジャパンの方がやった方がいいんじゃないですか。横須賀市の方にやらすんですか。そうですよね、はい、ちょっとそこはノーコメントで。そこはノーコメント。じゃあもう笠原さん、ここはもう絶対に英訳できない発言をしましょう。はい、ね、それとあの日本の皆さんに少しその海外の方の情熱をぜひ知っていただきたいなということで、はい、一つまたこちら映像をご用意してありますのでぜひ見ていただければと思います、はい、こちらです、はい、日本っぽいなと思ったらイネさんでしたねやっぱり。海外じゃなかったですね。海外からの手紙ですよ。手紙来た。なるほど、おしゃれな編集だ。Being able to see Yokosuka in the game was really exciting, and I remember after I beat the game, I googled to see how much of it was real, how much of it was not, and I was really surprised to see, you know, Yu Suzuki implemented a lot of the things that really exist out there, you know, being able to see the vending machines, the toy capsules, even the maps that they have of the city that show, you know, where everything is at. Those are all things that I don't really see here in California. Being able to see the weather change and how it was in the 1980s was really exciting because where I live, I get no snow, almost no rain. So being able to experience that in the game was really cool. When I was young, I lived on a farm with no means to travel. And I always wanted to go out into the world and see all these exotic places that my mind would wander to. Shenmue gave me that outlet at a very young age. It allowed me to adventure out of my day-to-day world to go see a place, a land, a country that I never thought I could ever visit. And it allowed me to experience a culture that was vastly different from my own, but also a culture that taught me a lot that in my modern day, I do identify a bit with. In Shenmue 1, everything feels familiar. Everybody knows you. You know where everything is. It feels like you've been there the whole time. And then cut to Shenmue 2. You don't know anyone. You don't know where anything is. Nobody knows who you are. And they treat you as a foreigner in their country. And as the player, I feel that seeing Hong Kong and China through the eyes of Ryo definitely gave me, especially at a young age, a sense of being on an adventure. Hey,
in the West, to people who actually played Shenmue, it came off as more of a Japan simulator. You got to see this, you know, taste of another culture that you never really had seen before. And it was just really impressive to us. It was really amazing. It always became this thing where I wanted to see it. I wanted to understand it more. And Shenmue opened that door for me in a way a video game had never done before and probably will never be able to do again. To the point where I'm actually here in Japan again, in Dobita. This place has become kind of a pilgrimage site where a lot of people from the West will fly over here just to explore it, just to see it, and see locations like this that are actually in the game. That game had a way of making you feel at home, even as someone who is not Japanese. So I assume as someone who is Japanese, your experience would be slightly different, but at the same time, you can feel what we felt when you play the second one and you go over there and you really feel different. And the game was beautiful in that even though we weren't from here, and you guys were, I'm sure the ending came, you know, made you feel like somehow Japan, Dobita, Yokosuka, this whole area is home. And that's a very impressive thing that no other video game, I think, could ever fulfill. This was the first game that ever transported me to a real world. Mm-hmm. This was actually Japan. Yeah. I've never been to Japan, but I feel like I've been to Japan because I've played this game. This is much cheaper than a vacation. Much cheaper. But yeah, games are, for me, they're all about escapism. You know, just getting out of this regular-ass, boring life. Even though Shenmue's kind of a regular-ass life. Not boring, though. But yeah, that's why I like games. I like being able to go somewhere and be somebody else. But yeah, Shenmue takes that to the extreme. And like you said, it's the closest to living in Japan I've ever felt. You take the bus to work in this game, and I have never taken a bus in a video game, and I've never had to go to work in a video game before. The mundane things are what make this game special. Like, who cares about opening a drawer? Like, but, I mean, in video games, that had never been done, and it was like a brave choice, I think, to put that amount of detail in, be able to open a drawer and pick something up and look at it. And I mean, Ryo even takes his shoes off when he goes in his home, which is a very Japanese thing to do, I think, I assume. I first played the game when I was about 13 years old. I instantly fell in love with the music, the characters, the story, the gameplay, the atmosphere. Everything about that game, it just worked and it stuck with me for a very long time. So much so that now, about 15 years later, I'm here in Tokyo and I'm making a documentary about Shenmue. I'm here with a team of people, and this week we've been spending a lot of time with Yusan and his team, getting a look at the process that went into making the game and telling the story of the history of the franchise. It's a game that's very near and dear to my heart. Like many of you, I think it's a game that will go down in history as one of the best games of all time, and I just want to thank Yusan for creating such a masterpiece. And there's a car coming. はい、ありがとうございました。嬉しいな。嬉しい VTR でしたね。どうですか、野口さん、笠原さん、自分が20年も前に作ったゲーム、今でも遠い海外でこうして人生をそのゲームに左右されている人がいるのを見て。そうですね、まあ、今回1&2作った時に倉部さんの話を聞いた時にすごいびっくりしたんですね。シェンムー巡礼の旅であるとか、オランダからわざわざシェンムーをプレイしたから日本に来たとかっていうところで、まあ、海外にもすごい熱いファンがおられるというところで非常にびっくりしていて、でこう日本のこう文化をこう取り込んだシェンムー1を作ってたんですけど、それが海外の人に新鮮だったっていうところがもう今でもこうちょっと驚いているという感じですかね。はい、いかがですか。そうですね、僕の方も20年前結局新しいことを鈴木優さんがやろうとしていて、でそれに対して僕らどういったアウトプットになるんだろうというのが本当に分からなくて、ただそれっていうのが、まあ、日本はじめ海外の方に実際にゲーム出してみたらすごい広い方にこう受け入れられて、でワンツーが、ね、出た後しばらくシェンムーも沈黙してしまっている間もセイブシェンムーっていうことでハッシュタグを作っていただいて、何年も何年も活動していただいて、シェンムーセイブとにこの前ようやくタグの方が、ね、こう変わったりとかっていうんで、そういうやっぱ海外の熱さっていうのをそうなんか伝えてもらえたっていうのはなんかすごい良かったなと思います。本当にあれですよね、その昔のゲームっていっぱいある中で
そのファンの熱さというか諦めない感じがちょっと特別ですよね。松風さんはどうですか、海外のファンと交流とかって今までされたことありますか。アニメーションで行く機会を与えていただいたときにやっぱり必ずシェンムーのディスクソフトを持ってきていただいたり、どっちだ、ワシントンの方だったかな、完全に寮のコスプレして紙粘土で法王卿を作って法王卿にサインしてくださいって言われた時にはそれも本当に 1,2 年前なのでしびれましたね。あと笠原さんもつい先日そのコンタクトがあったんですけど、僕もユウさんと本当につい先日 2,3 日前に会ったんですけど、ユウさんそもそもそのキックスターターで3の開発にっていう時もやっぱ海外の皆さんのファンの皆さんのすごい熱い支持だったり、もうユウさんもやっぱり完璧な環境だったじゃなかったら作らない方がいいみんなのためにって思ってたのを、もう全然シェンムーとは関係ないところでってやったから逆に海外のいろんなところに行く機会があって、その行く先々でやっぱシェンムーのこと言われたらしいんですよ。でその時にあもうこのみんなのために作んなくちゃ、作らないと作るんだったら作るって方を選ばなくちゃいけないっていう風に思ったんだよっていうのを直接僕ユウさんから聞いてるので、なるほど、だから結構この今この奇跡が起こってるのも、まあ3が動いたから1、2っていう奇跡が起こったのかもしれないし、まあ、1、2関係なく動いたのか分かんないですけど、これもう大きく海外の方の力っていうのも関わってるっていうのを感じてます ね、 なね、あ、まあ、ね、日本の皆さんもすごくね、Twitter とか YouTube の方で、ね、いつも熱心に内容いろいろとコンテンツアップされてまして、こうしてね海外のファンと日本のファンが一つの場でシェンムに対する思いを伝えられるっていうのは非常に素晴らしいなという、また独特ですよね、そうなったらね、仲良くなっちゃえばいいのにみんな。じゃなってくださいよ。ね、だから倉部さんみたいな人もね、結構いらっしゃるんですよね。本当に日本の文化の分かる方とか。うん、でも一個思うのが、日本のシミュレーターを作ろうなんて僕らは思ってなかったです。ジャパンシミュレーターとかそういうジャーニーのゲームを作ろうなんて一切思ってなくて。中国が舞台のゲームでしたね。大冒険の振り前奏をすごい。異常にちゃんと作っちゃっただけっていう、そしたらほとんど前奏で終わってしまったみたいな。そうなんですよ。これね、これまだまだね、最後出してもらいましたけど、シェンファーの字幕でね、はい、旅はね、皆さんのおかげで終わってませんので全然、はい、ついに始まる感じですね、スリーで。そうなんですよ、本当にね、楽しみ、楽しみでございますというところでね、ファン、海外ファンの動画を見てシェンムーアイにも少しエンジンがかかったところで、はい、今度は皆さんへの挑戦でございます。こちらです。激ムズクイズやっていきませんか。やった今日ね、入り口のところで阿部おばあちゃんが設置してくれた箱で、はい、くじを引いた方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、これから番号を読み上げますので4名に、ステージの方に上がっていただいてかなり難しいクイズをしていきますので、はい、これでもグラベさん超豪華賞品があるんですよね。超豪華賞品あります。なので頑張ってください、はい、選ばれた方はぜひ勝ち抜いていただきたい。そして皆さん選ばれていただきたい、はい、たった4名様。そうです。はい、はい、じゃあ皆さんちょっと席の移動をお願いします。はい、じゃあこちらで参じます。では番号を読み上げていきますので、番号、自分の番号を確認していただき、読み上げられたらステージの方に上がって、あ、いや持ってください、そのまま持ってください。ではいきますよ。全然引かないんで適当に番号言います。1番は一番の人いますか。あんまりこういうので一番って言われないけど、言われないから言ってみようと思います。あ、いないですか。なるほど。じゃあすごい、倉部さんが勘で言うんだ、すげえ。そう、120までの番号をランダムに、すげえな。一番の方、一番の方いらっしゃらない。いらない、いらっしゃらない。じゃあ行きますよ。2番。え、まさか。2番もいらっしゃらない。じゃあちょっと変な番号。あ、願ってくれてるね、豪華商品本当に。46番。46いらっしゃらない。あれ、もうそもそも桁が違うんじゃないですか、倉部さん。何が配られてるのか把握してますか。じゃあ行きますよ、どんどん行きますよ。20番。20番。じゃあ21番。あ、いらっしゃいました。おめでとうございます。ステージの方へ挑戦権を。21番。じゃあやっぱり0から120なんですね。じゃあそのまま行きますよ、はい、52番。大森さんじゃない、あれ、いらっしゃいますか。じゃあ次行きますよ、はい、101番。101いらっしゃいました。倉部さん99がいいです。9月9日生まれだから。あ、じゃあ99番。99番。いらっしゃいました。さすが。ほら、どんどん言ってきましょう。あと1人、あと1人。じゃあ今度 CM3 が出るということで、はいはい、3番。3番。123。あ、あ、いらっしゃった。いらっしゃいました。決まりました。どうぞ。全員揃いました。どうぞ。出ますよ、サクッと。
一番下こちらスケッチブックお持ちの上 ご着席くださいどうぞ。おめでとうございます。じゃあスケッチブックを持って、あ、計らずも全員男性の方が、本当だ。じゃあお座りいただいて、ぜひね、勝ち抜くと豪華商品が、お一人が今からいらっしゃるということで、今日ね、あの僕実は野口さん前のクイズでだいぶねちょっと恥ずかしい思いをしてきましたが、いやあれはちょっと難しすぎましたよ。ちょっとあれは申し訳なかったかなってちょっと後で反省しました。とんでもないです。逆にねすごく貴重な情報がその中に含まれてたり、まあ、ちょっとクイズと違った楽しさがあります。あの意外とあの福さんの私服がこう、ね、皆さんにこう驚かれ てあれも魅力的でした ね、あ、激ムズクイズね、くらべさん怒ってましたねタクシー会社の名前はなんだみたいな、ね、まあ、あれはでもね、あれはゲームの中に入ってるわけですからね、はい、今日はね僕が質問を考えてきましたので、はい、あの開発者しか答えを知らないような質問はありません。怒ってますね、相変わらず。ちゃんとユーザーフレンドリーな問題が用意されております。いや、ユーザーフレンドリーではないですね。ではない、かなり難しいと思います。でもお詫びとして、あの野口さんが今日のために、ね、特別に何か秘蔵グッズを持ってきてもらってますので、皆さん頑張ってください。少しあの時間があんまりないので、ニックネームだけ、それぞれあの自己紹介をお願いできたらと思います。あ、静香です。あ、静香さん頑張ってください。静香さん、ミネと言います。ミネさん、三択のミネさん、ちょっとミネさんだ、ミネさん言ってくださいよ先に。こそっと隠れて座ってて俺の面白いやつって思ってたんでしょう。ミネさん、はい、松本です。頑張ります。松本さん、そして中台です。よろしくお願いします。中台さん、はい、じゃあマイクを戻して、はい、では今回の問題はくらべさんから。はい、ではクイズ、時間も、ね、だいぶ迫ってきておりますのですぐに始めていきたいと思います。はい、最初の質問はこちら、横須賀といえば海軍カレー、皆さん食べました？この海軍カレーはですね、あんまりシェンムーのゲームではね、カレー屋さんもないですし見かけないんですけれども、実は、一つだけメニューに載っているお店がございますA ホクホク弁当、まあ、弁当屋さんカレーがあっても不思議じゃないですよね。 B 公安食堂、お仕事の間にカレーを、C 蕎麦屋さん、山地、まあ、蕎麦屋のサイドディッシュといえばカレーですよね。それから、ハンバーガー屋さんのファニーベア、これあの実在する店で、あのハニービーがあるんですけれども、こちらの海軍カレーありますよ、実在する方は。 E バー横須賀でおつまみに海軍カレー、それから F 満腹軒ラーメン屋さんの方ですね、にもカレーがあるのかもしれませんが、皆さんいかがでしょうか。答えの方 ABCDEF のどちらか書いていただき、いいですね、この盛り上がるというよりもざわざわした感じがね、あの時のまたね配信とゲームショー思い出しますね、この感じ。答えを知ってる方ってどれぐらいいらっしゃいます？分かるよっていう。あ、会場で、ね、すごいね、すごいな、さすが選ばれし120人の方違いますね。さあ、おっと、これは松本さんだけがチラチラと自信のない感じですが、書いてください。あ、もう書かれてるんだ、なるほど。はい、では準備よろしいですか皆さん、せーので見せていただければと思います。はい、いきます、せーの、ダン。あ、3名が B でお一人だけが山地とおっしゃってますが、いかがでしょう、答え見ていきましょう、こちらです。はい、 B 公安食堂でした。うわ、これね、海軍カレー500円ですよ、500円。多分今ね、あれから30年経ってますから、ちょっと値段高くなってると思いますが。本当だ。これちなみにセリフには出てこない？セリフには出てきません、このメニューに載ってるだけですね。ただですね、このあのおばちゃんよく皆さんご存知ですね。あ、どうぞ。いやいや、あのおばちゃんの前にあのあれなんですよ、あの本当はこう商品ディスプレイがあって、そこにちゃんとあの海軍カレーもこうモデルが作ってあって、で一番大盛りなんですよ、しかもちゃんと大盛りとかにこだわる。お得なんです、お得なんです、あれは。おで、ってことは橋塚さんだけ、はい、以外は全員合ってました。橋塚さん頑張ってほしいですね。はい、では次の質問いきますよ、時間がないのでどんどん進みます。レベル高い、レベル高い。次はこちらです。寮が船で助けた少女とその母親、皆さん船でね割愛された部分ですけれども、香港で仕立て屋をやっています。福泉街ですね、この街は裁縫店がたくさんあるんですけれども、どちらのお店で、この親子は働いてますでしょうか。 A 福泉裁縫店、 B 本格裁縫店、 C 一流裁縫店、 D 機器裁縫店、 E 家裁縫店。
F 選球裁縫店のいずれかですが、まあ、これ常識ですよね皆さん、ね、まあ、ここら辺はね、うん、ここら辺はまだまだねまだまだ、ね、あの、うん、ハードルこれから上がっていきますからね。回答者の皆さん、じゃあ一斉にお書きください。ちなみに松影さん、はい、そもそも F までって選択肢多すぎません？峰さんだって3択で抑えたのに、なんつかこの F って。だって裁縫店多すぎるんだもん。なるほどなんでこの一つのゲームに裁縫店が10件ぐらいあるんですか。本当ですね、世界で一番裁縫店の出たゲームかもしれないですね。また間違いないですね。ギネス申請しましょうね。はい、では皆さん、あと5秒、4、3、書くの早いな、やっぱり皆さん。1、それではいきます、せーの、どうでしょう。どうだ、あ、割れてない、割れましたね。 E が火裁縫店が2つ、本格裁縫店が1つ、一流裁縫店が1つでございます。さあ答え見ていきましょう。 C、 一流裁縫店でした。タイに戻りましたね。ちなみに松風さん、これシェンムー2、店にあの看板にズームインすると寮の声がこう読み上げるじゃないですか、はい、一つの町のお店を全部読み上げたことになりますよね、これ。もちろんもちろん、当然ですね。そういう仕事ってその後ありました？そうですね、ないですよ、普通読まないですよ、ね、普通ないですよね。でも僕あのデビューがこういう本格的アフレコのデビューがシェンムーなので、もう常識がこっちになっちゃってるんで。なるほどね。他の作品読まないんですかとかなりますね。ないんですかみたいな。そうですね。はい、では次の質問です。はい、にぎやかなドブ板の商店街ですが、町内会長をやっておられるのはどちらですか。これはまあ簡単ですね。一生らしい問題ですね。これ簡単なんですか。これ簡単な質問だと思います。 A、薬局の本田さん、 B、 中井工業の永井さんがやってたらちょっとヤバい街になりますねこれ。C、 ワッペン屋の糸井おじさん、 D、 スポーツ用具店の服部さん、 E、 台湾からお越しの味一の東おじさん、 F、 骨董屋の大石さんですが、どうですか皆さん。どちらもね、あの町内会長には十分にふさわしいお方だと思いますが、一人しかいません。皆さん知ってますこれ。知ってる人、あ、やっぱ、ね、半分ぐらいの人は知ってるね。まあ、この選択肢はね減らせたと思いますけれども、では皆さん一斉にお書きください。これは F までやる必要なかったですよね。クラブ、いやいや、ありますありますありますか。全部 F までありますから。これ物語にあなたが商店街の会長でよかったみたいなことはなかったですよね。そういうことはないですよね。はい、それでは答えの方いきますよ、せーの、全員 D。お、いや、さすがですね。ちょっと答えます。さすがともう言っちゃいましたけど、服部さん、これあれなんですよ、あのアジア旅行者、まあ、今日アジア旅行者の人いますけど、こうちょっとねやばいお店で聞いて回るときに新吉おじさんに、魚屋さんでね話しかけるとこんな話をしてくれます。声が入ってない。アジイチのそばの声が入ってないですね。何せ町内会長だからよ。答え D、 スポーツ要員で点が違う。おいよ。あれ、はい、答えは次のスライドお願いします。 D でした。服部さん、はい、素晴らしい。なるほど、さすがです。ありましたね。次のスライドで PPT の音が入るようにお願いします。そうです、服部さんでしたね。皆さんさすがですね。こう3問いきましたけどまだタイですねこれね。すごい。次の質問、空論上になぜか多いのはどちら。A、 歯医者さん、 B、 眼科、 C、 耳鼻科、 D、 整形外科、 E、 胃腸科、 F、 獣医。ここにね、あの今日は診察かなというのが入ってるんですよ。これ両ペットを手に持ってるかもしれませんよ。あ、そう、いや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 、ありましたか。神社で猫は可愛がりましたけど、空論上でありましたか。とりあえずアヒル持ってってるかもしれない。あ、アヒル持ってるかもしれないですね。そう、さあどうでしょう、答えの方準備できましたでしょうか。さあ、はい、ではいきますよ。いいですか。筆が止まってますよ皆さんの。これはレベルが高かったのかもしれない。この問題は、あ、僕これ簡単かなと思ったんですけど、クラベさんずっと簡単しか言わない。クラベさんと野口さんの感覚はあんまり当てにならない。さあ、クラベさん、これ最終問題ですか。あ、こ、次あと一つだけ質問いきますね。なるほど。とりあえずこの質問いきますよ、はい、せーの、どうぞ。あ、一人だけ眼科ですが、答え見ていきましょう。歯医者ですね。これ百四郎という建物の6階に歯医者さんがいっぱいいるんですけれども、
僕クーロンジョについて調べたら実は本当に昔歯医者さんがいっぱいあったという噂です。本当にクーロンジョは歯医者ばっかりがあってそれを再現していますね。そうなんですか、はい、もうユウさんに怒られて頭きちゃってもう全部歯医者にしちゃえみたいなことをしたんじゃなくて本当に調べたら歯医者が闇の歯医者が多かった。歴史的背景がありまして、うん、でちょうど香港っていうのがイギリスの当時、はい、元ね統治されてましたもんね、はい、で中国の免許しか持ってない人たちが結局外国になってしまうのでクーロン城だったらできるっていうクーロン城で闇として働かないで価格も安いからお客様集まるみたいな、そういうことです。そういう歴史的背景もあって、まあ、歯科屋っていうのがすごいですよね。すぐそこにある日本の街を再現するならまだしも、うん、すでにない街を再現してるわけですからね外国そこがやっぱユウさんがいろいろ歴史を見てこだわったところ、ね、僕らの時はねまだクーロン城もね写真集とかもいっぱいあったりとか飛行機そうですね、あの映像って本当にね貴重ですよ、ね、これは、うん、はい、では、最後の質問いきます、はい、もう時間がなくなってきましたのでお願いします。はい、これはねご近所に詳しい住屋さんいますよ ね、 もうね急に日本になった皆さんは逆に住屋さんにどれぐらい詳しいんだろうかということで、ね、そんなバカな彼女の隣にあるのはどちらですかね。ちなみに住屋さんってお坂の上で行き止まりになってますのでお隣といえば一つしかないので、なるほどなるほど、正解は一つしかありません。 A 高島家、 B 橘家、 C 龍家、 D 高橋家、E、こちらアパートですね、ハイツ桜 1A、 F、ハイツ桜 1B、 いかがでしょうか。なんでこれハイツ桜どういうことですか。あ、ハイツ桜って1個のあれなのに隣にある、あシリーズになっててこう1棟目2棟目っていうのでこうそれぞれ名前が違うんですよ、はいはいはい、敷地内入ってからこう展開のやつですよね。すべての住民にね家があるゲームです。あれクラベさん、これなんかよくある最終問題だから3億点ですみたいなやつはないんですか。どうしましょう。3億点はちょっと多いですね。2点にしましょうか。これ2点ぐらいだと本当に何かね、これ2点入ります。さあ見せてください、せーの。お、 A が2つの、 D が1つの、 F が1つですが、あれたアパートなんてありましたっけ、あの隣に、うん、さあ見ていきましょう、うん、A だ、はい、亮がいくらノックしても出てくれないあの高島家ですね、 A です。あ、お二方合ってますね。素晴らしい、これはちょっと集計すると面白い感じになるんですか。どうなんですか。では質問以上になりますが、ちょっとスコアの方を確認させていただければと思います。今出ます、今出るところです、ちょっとお待ちください。ちなみに、ね、実はもう一つ質問があるので、はい、ちょっと待ってる間にちょっと皆さんで見てみましょうかね。そうですね、はい、こちらです。クーロン城の百四郎にある道場、古文武館何階だっけ。これですね何階だっけ。これですね、百四郎の何階にあるかという質問ですがA4 階、 B6 階、 C8 階、 D10 階、 E12 階、 F 百四郎じゃなくて白線楼だよ。 F に関してはもうもはや峰さんみたいな感じになってきてるじゃないですか。こちらも動画ありますのでちょっと見ていただければと思います。はい、何かご用かな。龍気楼に行きたいんですが、龍気楼なら天津街の方じゃ素晴らしい、ドクンドクン、この白線路を出て外に回って、この白線路を出て、この白線路を出て、この白線路、何回も白線路、何回も、はい、 F の白線路でしたね。これ分かってました。入り口、あ、6階にあります、6階にあるんです。この武道場の写真先上がってました。見たことある方ってどれぐらいいました。これ結構な欠かし要素ですよね。見たことある方いらっしゃった、すごい、さすが。もうなんか強力な愛情とさらにちょっとディスりをまた感じましたけど、ね、最終問題にね、いやいやいや、はい、さあ答えが出ました。1位が、5問5点ですね、松本さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。2位がそれぞれ4点で割れました、峰さんと、中台さんです。はい、橋塚さん追い上げかなわず、そして惜しくもサイン、3点で足塚さんでした。ご参加ありがとうございました。では豪華な商品、約束通り豪華商品を、はい、松風さんからお渡しいただけたらと思います。まずはまずは1位の方からいきましょう。1位の方からいっちゃうんですか。1位の方からっていう言うと他の人もある
ありますあります。あ、そうだ、それ秘密だったね、そういえばね。じゃあ1位の方だけに。遅い。カメラ見せなくて大丈夫かな。あ、見せていただけたらと思います、はい、なんとこれ、20年前に私も見たことがありませんでした。シェンムーのドリームキャストマガジンななにツイッターという伝説のテレホンカード、そして今回のコースターね、あのキャンペーンやってもらってます、ドブ板のコースター、はい、詰め合わせ、さらにこれが野口さんからね、セガ様より提供いただきました、この当時のクリスマスカードシェンファーバージョン、これも20年間しまわれてたやつですね。メリークリスマスですからね、今日はね、メリークリスマス、ちょうどシェンファーの名前とちょうどね時期もということで、今回特別に持ってきていただきました。さらにまだあるんですね、ワード2のポスター、こちらに私のサインを書かせていただいてプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。あとはですね、一応全員にクリスマスカードがあるということで、このクリスマスカードおめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとお渡ししている間にちょっと一言、今どんなお気持ちでしょうか。すみません、ありがとうございます。シェンムー3にも1500ドルばっかしてるんで、はい、応援してます。本当、うん、難しい問題だったですけど1位取れてよかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、クラベさんなかなかえぐいのをこうね、意外と出してきましたね。なんか今度僕もなんか違うの考えなきゃ。これあれですよね、もちろん全部知ってましたよね、野口さんね。あ、そうですね、まあ、ちょっと百紙の白線路、ちょっと最近老眼気味なんでなんか漢字で見ると似てるなっていうのが、実は僕ねこれ間違えて最初百戦楼って書いちゃって野口さんからダメ出し来ましたよ。白戦楼だよ、失礼しました。ということで皆さんご参加いただきありがとうございました。大きな拍手をお願いします、はい、ありがとうございました。どうぞ下がっていただいて。いやでもなんかあれですね、野口さんと倉部さんで居酒屋に行ってほしい。行きましょうよ、行きましょう、永久に喋って、場所の連絡は野口さん茶碗人で、今度また会いましょう。ありがとうございました。どうぞ皆さん戻りください。いや、すごいレベルでしたね。僕はいや、ほとんどでも正解率が高くてちょっとびっくりしましたね。すごい、途中まで競ってましたから ね。でも会場のリアクションは結構二分でしたよ、うん、倉部さん野口さんレベルの方とポカーンの方とポカーン2割ぐらいの、いいんですよポカーンでいいんです、これ異常ですよこの感じ。いや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 、ちょっとね時間がなくなってきましたので、はい、次のコーナー行きたいと思うんですけれども、はい、こちらになります。なんと葉月流柔術の基本をあの松風先生に教わる。あ、どうもどうもどうも、よろしくぜひお願いします。これね、先ほどもあれでしたけど倉部さんにもね言っていただいて、なんか興味を持っていただいている方がいらっしゃるということで、みんな興味ありますよ。それは世界初めてモーションキャプチャーをがっちりやった俳優らしいですよ、実は。でそのためにありがとうございます。僕がやる前っていうのは本当に素晴らしい専門家の方たちがやってたのを、それだと本当にプロのね、そういう軍隊の方とかは30何秒とかで人をねとどめを刺してしまうっていうことが、ユウさんは分かりました。ユウさんバーチャファイターも作ってたんで、うんうんうん、そうじゃなくって、葉月龍はもともとそういうね戦闘をしてた人間じゃないので、なんとなく地味に武術があったんだけど、普通の空手をやってる高校生なんで、本当のファイターがモーションキャプチャーしちゃうとちょっと出ちゃうと。なるほどね。だからできないやつに教えていこうということで、私できないやつなんてことメガレンジャーで回し蹴りもねろくにしてなかったんですけれども、その私が選ばれて実際に稽古をつけてもらうということになったんですよ。でリアルを追求したせいで、こういう格闘家の倉部さんとか世界の方からそういうのを聞かれるようになって、今回その葉月流柔術の成り立ちについて少しだけお願いします。私が弟子入りしたのが五四開門八極拳という、日本にも服部哲也先生という正式門人の方がいらっしゃるんですけど、その八極拳という接近短打、短い距離で人をやっつける、こういう構え見たことありませんか、ね、ーバーチャファイターでも同じ、あれ五四開門八極拳って本当にあるんですよ。その武術をお父さんが、葉月巌さんが向こうで習っていたので、自然と僕はなんとなく
八極拳だよと言われずに習っている。あ、量がということですね。でちなみに五子開門八極拳の普通の構えが、敵がこっちにいるとするとこのぐらいなんですよ。むちゃむちゃ低いんです。かなり深い。でこれ今皆さんプレイヤブルで見た時にこうだからあれですけど、これで見るともうほぼ、ま、毎一文字にこう並んでくるってことなんですね。クラベさんもこれ怖くないですか。このまま突っ込んでくるんですよ。いやちょっと怖いですねこれ。このまま突っ込んでくのがあの五子開門八極拳の動きで、自分がやられないように、しかも当たって痛くない場所をここも全部膝を狙ってたりっていう、で軍隊の必修科目に選ばれてるようなすごい武術なんですね、うん、低い構えの開門八極拳と普通の構えの空手みたいなのをちょうど混じると、これがちょうどその、でこれはあの立石の高谷翔さんとジャズキ流の構えはこのぐらいにしよう。そうなんです。だから若干下がるっていうのが、で普通の構えよりは少し深めで、とはいえ、ね、あの本当の八極拳ほど深くはいかないっていう。そうなんです、そうなんです。なるほど。っていうのがちょっとポイントであるっていうと、だからこの何でしょう、フィクションなんですけど本当にすごくリアリティがあったり、あと葉月流のお辞儀もやるのは藤岡弘さんが亮と結構生い立ちが似ていて日本刀のをやられるんですよね、はいはいはい、なので能刀のイメージみたいなのをやっぱり入れてきてるっていうのは、その藤岡さんが実際もう僕は亮にすごく境遇が似ていてみたいなところもっていうのがちょっとリアルがこう混じって生まれてるっていうところなんですね。なるほど、はい、これ以上ね深く知りたい方はもう本当のリアルがスーパーありますんで、あの五子開門八極拳で検索していただければ道場が実際にあるわけですからね。僕の師匠に先生にですね、はい、行くと思いますので、はい、ありがとうございます。お聞きください。以上でした。ではお戻りください。久しぶりに構えたら膝にもう20年経っちゃいましたからね。そうなんですよ。でも面白かったですね。だから僕週2で開門八極拳の稽古をつけてもらって、先生につけてもらって、アクションの稽古とはまた別 でまた芝居もやって、アフレコも週4で、ん週 2? なんかそういうスケジュールだったんです。あ、そうですね。だいたいキャプチャー週3でアフレコ週2か、はい、キャプチャー2で3で、毎週何曜日は八極拳の稽古みたいな。何してんのか分かんなかったですね。それでも1時間とか本当にみっちりと稽古されるそうですで、あの品川駅の階段降りた時に大胸筋がこうやって震えた自分を見て、なんか何屋さんなんだろう俺しかもあれですもんね、モーションキャプチャーの方とかもね、マジ当てみたいな感じですもん、ね、そうですそうです、うん、もうね、武道家じゃないですかもう、ね、さっきの言われた言葉っていうので YOU さんでよく言ってるんですけど、本当どこの角度から見てもかっこいいっていうのを求めて言うからって、君にはだから厳しいこと言うけど、君にはそういうレベルで求めて言うからみたいな。モーションキャプチャーはカメラ後付けだからっていう、だから実際に殴ったりとかしないと後でカメラつけられないんですよね。なるほど、うん、それだけキューティーとかで見る技もそれだけの迫力があるっていうのはそういうことなんですね。そうなんですよ。空論上では本当に僕らはねロープでしたけど、本当は手錠だったのが手錠もちぎれるぐらいやってたんでもうロープにして手首あざだらけで本当に走ってますからね。なるほど、ありがとうございました、はい。もうね時間が来てしまったんですけれども、改めてね僕平気でそのクリスマスよりシェンムみたいなことを言ったんですけど、うん、これだけたくさんの方がクリスマスであるのにもかかわらず来ていただいて本当にありがとうございます。平成最後のこの大切な日にそうだ、本当ですよ、ね、ありがとうございます。でも松風さん、クリスマスとシェンムって実はいやいや結構ね、ちょうどまあ、プレイの時間にもよりますけれどもね、ドビタ商店街がクリスマスセールをね始めてね、街をサンタさんが ね歩いたりっていうのありますからね。今日歩いてましたサンタさん、うん、歩いてました。前のサンタさんいました。でもいるはずですよ。なぜかというと、はいはい、実はそのサンタさんからなんか今日何かすごい今チャイの音楽が鳴ってますけど、今日チャイではなくて前のサンタさんから何かすごい差し入れが来てるらしいんですよ。差し入れ、そう、なんと見せてもらいましょう。シェンムークリスマスケーキでございます。今から登壇しますよ。ものすごい前のサンタさんが準備されたケーキですよ本当に。あらららら、大まで、なんかここに来るみたいですよすごい味のある机ですねなんかこれいいですねレトロ感で、あれですよ、もうどうせならケーキがここに来るとなると、はい、入刀をしなきゃいけないわけですよね。結婚式じゃないのに、まあ、ケーキといえば入刀です。ケーキといえば入刀ですよね、はいはい、となればせっかくなので、うん、あ、来ました。わー、すげー、おー、うわー、量が
ゃるほど、絵も描いてくれてる。後ほど皆さんにもね、ちょっと写真撮ってご覧いただきましょう。ぜひね、見ていただきたいですね。はい、すごい。これちょっと皆さん向き…いいんですか、こんなすごいの入刀して。ぜひね、入刀していただきたいんですけれども、はい、どうせなら蓮と亮みたいに手錠をして入刀っていうのはどうですか。あ、さっぱり意味が分かりませんけど今日はいいと思います。あ、じゃあ僕、蓮がいい。いやいやいや、じゃあ俺、亮ここはあの格闘技のおっちゃんみたいに我と思わんものは手を挙げてくれって言うとみんながね一気に来るので。なるほど。あ、挙手制なんですか。挙手制はちょっと大変なので、はい、あのとりあえず一緒に松風さんと入刀したいという人は立ってください。ぜひ。こんな世界で二度とないですよ、こんなことはね。はい、で野口さん、準備の方いいですか。あ、そういえば僕、じゃあこのどうしましょう。みんなで手錠って言ったらね、はい、相当な監獄感が出てしまうので、やっぱりお一人だけ選ばないといけないですね。まあ、レンが出るとなればね、もちろんコインで決着をつ ける、 あのつけるべきだと思います。はい、金額が書いてあるのが裏、お桜の模様が表。あ、さあどっちにする。ちょっと待ってください。嫌な予感しかしません、それこれあの勝てる気がしない。野口さんにやっていただくんですけど、蓮みたいにズルはしないでくださいね。大丈夫です、ちゃんと表と1枚だけちゃんとこう100とあと桜、大丈夫ですね。はい、100が書いてあるのが裏桜の模様が表だ。表だ。あ、じゃあこれに皆さんにベットしてもらうわけですね。はい、はい、裏だと思う人は右手、表だと思う人は左手を上げていただいて、負けたらそのまま着席してください。で、勝った人はそのまま2回戦、3回戦と続きますので、頑張ってください。なるほど。では野口さん、お願いします。先に上げてもらうんじゃないですか。あ、ずいか。あ、そうだ、そうだ。やってもいいのか。上げてください。はい、表が右手です。はい。裏が左手。では。さあ、いい声で。桜。表だ。表です。裏の人は座ってください。結構あれですね、勝率は 50% を切るかもしれません。じゃあ2回戦、裏が正解でございます。さあ、じゃあ一度手を下ろしていただきまして、2回戦は2回戦、笠原さんお願いします。裏か表どちらでしょうか。お願いします。右が表です。左が裏左派が多い。あ、こちら湯川戦も人に全員表でございます。さあ、さあお願いします。ダン、どっちだ。裏、左手が勝ち。あ、湯川専務対全滅。そこ散らせばよかったのに、友達で散らすべきだった。だいぶ減りました。あと4人ぐらいですよ。女子率高い。女子率高いですね。これはとなれば決勝戦はもちろん松風さんお願いします。ここからはね、1人になるまでひたすら、松風さんにコインを投げていただきますのでお願いします。さあ、裏は左、表は右、お願いします。どうぞ。100円が出てるから裏だ。さあ、おお、あと2人、あと2人いますよ。いや、ボケいいですよ、ボケいいですよ。最後、最後の勝負だ。表裏どっちですか。お願いします。あ、同じだな。じゃあ終わらないから、じゃあこれで、お、はい、いますよ。空気を読んだ女子が吉と出るか凶と出るか。いきます。ドン。日本国って書いてある。表だ。右手。どうぞステージに上がってください。すごい。あ、本当に女性になっちゃったら、なんか本当にあのなんか本当にイカれた結婚式みたいになっちゃう。すごい完成度ですよねこれね。じゃあ、あの記念のね、婚約手錠をしましょう。ではこのね、あのトークセッションの方はこのケーキ入刀というところで終わるんですけれども、皆さん残りの時間ぜひ交流していただいて、他にもね、あの人気店員の投票ですとかいろいろありますので、ぜひ楽しんでください。これあの撮影中も手錠が切れちゃうからって言って、ちょっと移動するときに萩原さんの手繋いだりとかして、なんか手繋いちゃったみたいにね、よくなってましたけど、なんでも手繋いでんだよ。懐かしい。はい、では、あ、準備よろしいですか。いいですか、はい、カメラをお持ちのお客様今ですよ、チャンス。これちょっと待ってください。ど真ん中行くと亮の顔真っ二つになります。亮の顔外しましょうか。はい、ケーキ入刀。はい、メリークリスマース。皆さんメリークリスマース。
ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。おめでとう、おかしいでしょ。おめでとう。ノリが良すぎるでしょ、みんな。こんなのシェンムーになかったでしょ。僕ありがとうございましたとか言っちゃった。最後にですね、皆さんで